はい、岸田さんが英国でバイデンだって。そうです、この白いバッグね、でこうポーズ取ったとこで合成写真ね、うん、これね、もう目線がそっぽ向いちゃってね、丸吉。この報道はあの嘘なんでしょうね。で、あのアメリカとまあ合意したことを報道しようということでね、実際にはトランプにでもあったんですかね、英国でね。はい、ね、分かりませんけど、まあ、この写真見てね、あ、合成写真だなって気がつく人は何人いるでしょうね。これね、こんな白いバッグでね、異様ですよねこれね。もうこれ切り抜いて貼り付けたって、こうこの辺からよくハサミの入れ方がうまくないねって言ってあげてくださいよ。大体こんな白いところがバッグでね、何考えてんだかね、報道もね。ああ、朝日新聞はあのもう潰れないために必死で政府の広報誌になったんですね。よかったね。だけどこういうね、まあ、国民にはまあ普通のことを教えてればいいんでね、こういうあの日米関係は大丈夫だよ、日米関係で行こうねっていうことでね、あのやってますんで、選挙も終わったしね。はい、合成写真、これバイデンさん誰だろうね、うん、こっちは岸田さん本人だと思うけどね、という、まあ、報道、いい報道がなされて、どうも、さよなら。